今回はダイゾーの羊毛フェルトキットリスを使ってトナカイにしていきたいと思います。角の分と鼻の分とお腹の模様と本体の分です。本体の4分の1ぐらいは耳とか他のパーツとか作る分に置いておきます。4分の1除いた全ての量を軽くほぐして刺して固めていきます。真ん中だけ刺して細長い形にしたら片側を底の分で平らにしていきます。平らになったら上の部分は丸い形にしてこんな感じの形に仕上げていきます。白の羊毛で半分ぐらいのところからお腹の模様をつけていきます。お腹の模様がつけられたら目をつける位置を軽くへこませておきます。目打ちでしっかり穴を開けてボンドをつけて奥までしっかりと巻き込みます。キャメルの羊毛で耳を作っていきます。こんな感じの耳を2つ作って耳の内側に白を少量足していきます。軽く浅く細かく刺してつけておきます。耳をつける位置を決めたらしっかり固定してふわふわの部分を刺してつけていきます。手を作って手ができたらお腹のところにつけていきます。ふわふわのところを周囲になじませて手をつけていきます。ベージュの羊毛を少量取ってほっぺたの部分に少し肉付けしておきます。反対も肉付けしていきます。赤の羊毛を少量取って指でしっかり丸めたら先ほどのほっぺたとほっぺたの膨らみの真ん中に赤い鼻をつけていきます。ベージュから少量取って尻尾を作っていきます。後ろに尻尾をつけて最後に角をつける前に余ったベージュの羊毛で気になるところをきれいに補正していきます。ほぐした羊毛を浅く細かく刺してきれいに仕上げていきます。きれいに形が整えられたら茶色の羊毛で角を作っていきます。軽くほぐして適量取ったものを指でしっかり固めてひねります。だいたい2センチぐらいの角を作りたいので指でしっかり固めて固めたものの上からまた細くした羊毛を軽く巻いて固めていきます。コロコロしながら刺して固めていきます。固まったらまたちょっと取って枝分かれしてる部分を作ります。指でひねって固めていきます。指でひねったり指で丸めたりするのはすごく早く固まりやすくなるので指でもどんどんひねっていきます。これを2つ作ります。指でしっかりひねって形を整えます。指にボンドをつけて固めてしまっても大丈夫です。2つできたら耳の横のところに埋めるように刺していきます。ふわふわが多すぎたらカットして根元を埋めていきます。引っ張っても取れないくらい埋められたら完成です。ご視聴ありがとうございました。